いやー、すっかりラーメンがね、美味しい季節ですよね。担々麺、今日はいただきます。175度って読むんですかね、担々麺専門で。よいしょ。では、もうお湯ね、熱々の入ってるんで。でももう時間ね、4分、ちゃんと測りました。しっかり混ぜないとね。後のせのね、スープみたいな、それも入れました。で、175度電の担々麺。いただきます。お、鳥も 鳴いてるぞ。おお、映える。ちょっと後からね、辛みが来る感じ。こわ、なんだろう、担々麺ちょっと甘みみたいなのもあるじゃないですか。その甘みはあまりないですね。辛みが前面に最初から来る感じ。なんていうの、だし的なコクが、なんでだろう、あんまりないかも。辛さはひたすら攻めてくる感じですね。体温まります。混ぜが足りないのかな。寒い時はね、たまんないですね。肉がちょっと甘めになってるんですね。これ辛い。僕はもっと辛さはもうちょっと弱めの方が良かったかも。ちょっとなんか辛さの調整とか、後のせのでできたのかな。もう、だからこれぐらい辛い方がね、温まっていいかも。もう口の中ヒリヒリしてきた。あ、辛い。あ、やっぱこの寒い中ね、この熱々で辛いのって最高ですね。なんかこう元気が出てきますね、温かいものを食べると。もうなんか毛穴からね、汗が出てる感じがすごい。温まってきた。この肉が甘くていい。この肉の甘さで救われる感じが。いいですね。最高。このね、辛さがなんかね、なんか独特のこう香辛料のね、香りがあって、あ、この店はこういうんだなっていうのが分かりやすくていいですね。違いがありますよ。
して、なんかね、華やかな感じが。生きててよかったって感じですね。甘かった。ただ私的にはもうちょっとね、甘み辛みがねすごすぎて、辛み抑えめをちょっと甘さもあった方がいいなっていう感じがしましたね。はい、まあ美味しかったです。はい、というわけで担々麺いただきました。ご視聴ありがとうございました。辛っ。